助手席の方に。おお、すごいね、この、はい、そうか、やっぱソニーエンターテインメントすごいな。まあ、これこそやっぱり21世紀に生まれるべくして生まれた車、まだ生まれてないのかな、ぜひソニーさんこれを世に生んでほしいなと思うんですけどね。さあ、今品川にありますソニーの本社来てます。でこれからソニーが作ったビジョン S、電動車両、電気自動車であり自動運転の車に乗るんですが、まあ、今その前の段階でここショールーム、まあ、ソニーの歴史が書いてありますね。なんと1946年なので、終戦後1年後にですね、東京通信工業株式会社すごい日本橋に作ったんだね。でわずか5年後に、終戦から5年後にですね、まあ、磁気テープレコーダー G 型を発売、まあ、その後ラジオ、トランジスタラジオ、実は私この辺で生まれてます。トランジスタラジオ最初はなんかゲルマニウムとかね、いろいろやりましたよね。で58年に東京通信工業株式会社からソニー株式会社へ名前が変わり、60年、あ、そうか、小型テレビが出てきたんだね。それでオリンピックがこの辺にあったから、あ、そうそう、カラーテレビね、昔ね 3C って言われて、カラーテレビとクーラーと車カー、 3C 持ってるとなんかえらいリッチマンみたいなイメージでしたね。でテレビを作り、まあ、海外に進出し、あ、有名なのはこのベータと VHS 戦争、ビデオテープレコーダーの規格基準競争なんですけども、まあプロに言わすとベータの方がいいんですが、やはり、より多く、まあ、市場を抑えた VHS に最後軍配が上がってしまうんですね。で79年、ここでウォークマン、これがもうソニー世界的に大ヒットして、まあ、ソニーが一躍有名になったんですけど、今はこれ iPod じゃなくて、なんだろう、 Apple のね、あれに変わりましたけども、80年、あ、この辺から CCD のもうビデオカメラのイメージセンサーですね、ビデオカメラ、まあ、小型フィルムから、まあ、あのデジタルになったんですね。まあ、この辺から音楽とか、まあ、映画とかエンターテインメント、まあ、この辺はソニーのプレイステーションが始まって、パソコン、デジカメ、ロボット、この辺から金融業から通信で、この辺りからですね、ソニーはカメラ会社を買収し、まあ、一躍ソニーのデジカメが有名になり、なんとこの CMOS のセンサーでは今世界市場、まあ、半分以上ソニーですから、まあ、世界中のアマチュアプロカメラマンが使うデジカメにはこの CMOS センサーが使われているということで、まあ、この辺の技術を使うと自動運転できないかということで、今回2020年 CES でビジョン S という自動運転車が登場したんですね。で今日それこれからその車に乗っています。倉田さんです、この車のデザインですね、はい、かっこいいじゃない、ありがとうございます。で全長ホイールベース4900弱かな、ホイールベース3000あるんだよね、はい、だからこれ S クラス並みのホイールベースだよね、はい、なんかショーファーでも使えそうな感じですけど、やっぱり未来感があってなかなかいいデザインだと思います、はいはい、ありがとうございます。ですね、まず最初にこちらのデザインのコンセプトを少し説明したいなと思うんですけれども、はい、先進技術を大事にしてまして、その車全体を33個のセンサーで包んでると。33個のセンサーを包んでます。でそれが、ね、こう車全体を包むということで、それをオーバルというコンセプトで、まあ、今回デザインコンセプトにしてます。そのオーバルのリングが車の外から中へこうつながっていくということをデザインの一つのテーマにして、まあ、そのオーバル形状というものを大事にしてデザインしてます。はい、すみません、これはカメラ以外にもライダーも持ってるんですか。はい、ライダー、レーダー、あとソナーセンサー、あとはトフセンサー、そういったものがで全部で33個、全部で33個です。じゃあ倉田さん、早速なんかもう早く乗りたくなっちゃったんだけど、はい、はい、じゃあこちらの、鍵を開けるためにはこの、スマートフォンで開けることになります。でこちらのオーバルのデザインのコンセプトから来ているデザインコンセプトなんですけども、スマートキーで、なんか動いたよ、はい、こう今鍵がロックされた状態ですけど、ここから鍵をアンロックしますと、デイランニングライトからこう光るな、ソニーライトが光るような仕組みが入ってます。あのやられちゃいそうですね、はい、じゃあぜひ乗ってください、はい、いや今年の1月のね、ラスベガスセスで見た通りなんだけど、まさかね、
こんな早く乗れると思わなかったですね。組はすごいよく見える。はい、このミラーもこちらデジタルミラーになってまして、うん、ね、はい、ソニーのセンサーを使って非常に明るくて、本当に実際運転してみると、この明るい、暗いところでも明るく見えるとか、非常にやはり夜間のところとか非常にいいなと思います。で、全体こう包み込まれるということで、このパノラミックスクリーンという我々この大きい3連つながるスクリーンの方が全面を覆ってます。でこちらの方タッチパネルであったりですとか、こう、普通に運転中にブラインドで操作できるようなこういった、ジョグダイヤルで、こうタッチパネルですね。例えばマップを起動します。ナビ、はい。はい。ちょっと調子悪かったですけども、こちらの方がこういった形で、なるほど、ここはタッチパッドとして使えるようなものになってます。で、例えば、助手席の人にちょっと行き先を設定してくれみたいな時には、スッとこうしていただくと、こちらの方に投げてきて、ここで行き先をセットして、じゃあ運転席戻すねみたいなことができたりですとか、はい、あとは映画、はい、例えば空港に友達を迎えに行ってその間映画を見てて、時間を潰してようと、でセンターディスプレイでこう映画を見ていて、助手席の方におお、すごいね、この、はい、そうか、やっぱソニーエンターテインメントすごいな。ありがとうございます。で、じゃあ助手席の方の友達に残り続き楽しんでって言った時には、同じように L スワイプを投げてもらって、助手席の方で楽しんでもらって、ドライバーは運転をしてもらうと、そういったことがこうできるようになってます、はい、で、あとはですね、音楽ですね。そうですね、音楽の方はこのソニーの360リアリティオーディオが当然スピーカーとかも全部こだわってね、はいはい、あと360リアリティオーディオで、このシートに包まれた、仕込まれたスピーカーを含めて包み込まれるようなこうサウンドを体験できるといったものがございます、はい、でこの音がいいと、はい、でさらにですね、こちらの車なんですけども、コネクティッドカーの時代当然ですので、セッティング画面のこうネットワークのところを見ていただくと、はい、5G のネットワークでつながって車が常にアップデートされていると、はい、みたいな仕組みになってます。ちょっと全体駆け足ですけども、はい、このような仕組みになってます。ちょっと通り一遍との説明で申し訳ないですけど、いや、はい、ちょっと感動っていうかね、だから単なる EV じゃないんだよね、はい、結果としてさ、ツールとして電気とモーターなんだけど、やっぱ車として新しいっていうところに、かなりやっぱりデジタル技術が使われて、やっぱり車の価値がね、変わったね、これこそやっぱり21世紀に生まれるべくして生まれた車、まだ生まれてないのかな、ぜひソニーさんこれを世に生んでほしいなと思うんですけどね。はい、じゃあこれから私助手席で同乗体験します。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、じゃあ出発いたします。初乗りですじゃあ狭い空間で、いや閉鎖空間で電気自動車もうそんなの100万回体験してきたけど、そうですよね、なんか今日はね、はい、なんか全然新しいなんか車のこう儀式に参加した感じなんですね。ありがとうございます。やっぱセスで衝撃受けましたから、はい、もう電動化自動化っていうのはなんか今当たり前なんだけどね、うんうん、でも日本のソニーがやったっていうところに意味があるんだよね。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいですね。もう今までの自動車メーカー角突き合わせてもあんまり新しい発想が出てこないけどやっぱり異業種がもう隕石落ちたように来るとね、はい、トヨタとかホンダも刺激を受けていいと思うんだけど、うんうんうん、それこそ清水さんも数ある EV を多分もう基本 EV 嫌いなんですよ。そうなんですか。やっぱりエンジンって今日も V8 で7500もあるエンジン乗ってやっぱりアドレナリンが出ちゃったんだけど、はい、嫌いっていうか、自分はやっぱエンジンで育っちゃったんで、でもやっぱり EV のは僕は EV だからいいんじゃなくて、 EV によって重心が低いとか、はい、ホイールベース長いとか、全長に対してね、エンジンじゃ絶対できないことできてるじゃないですか。そうですね。だから平尾さんご担当のシャシー性能、はい、これの革命ができるっていうのは僕は EV だと思ってるんで。わかりました。その期待に応えられるようにまた精進していきたいと思います。だから EV 嫌いなおじさんたちを納得させる、はい、新しい EV を作ってくれれば、ね、はい、もちろんそれをシャシーだけではなくてですね、あとはこういった先ほどとご体感いただいたようなエンタメ関係でも、ご存じのように、
清水さんはお好きじゃないかもしれないですけど、エンジン音はないので、あのでもね、ポルシェの体感はね、はい、あのオーディオで V8 エンジンの音出してるよ。そうですよ、ね、嫌だったら綺麗いんだけど、だからこれフェラーリの V12 の音を出してくれたりとか、まあスバルの昔のボロボロっていう生態鼓の音とか、はい、だからそれはもうバーチャルでいくらでもできるじゃない。はい、そうですよ ね、 ね、そういった楽しみ方もいろいろこう考えられるかなと思ってます。だから真っ白いキャンパスにいろんなものが描けるでしょ、はい、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。だからエンジニアにとってはすごくやりがいがあるよね、うん、まさに、まあ、そういったところも含めて今どんなことができるかなソニーでっていうのを、うん、今いろんな人とちょっと考えてやってます。そうですね、はい、あのたまたま EV なんだけど、なんかね、真っ白いキャンパスに新しい価値の車の価値を絵を描いていくっていうような可能性のある車だよね。だから電気で走ることが目的ではなくて、新しい自動車の価値をソニーがクリエイトする、そんな感じでしたね。結局電気とか自動運転って手段だから、それは目的じゃなくて、やっぱりその先に何があるのかっていうのがこの子のこれからの運命だと思う。でもこれが日本から出てきたっていうのはもう私的には超嬉しくて、もうこれでテスラやっつけられたらこんなあの気持ちでいいことないよね。このプロジェクトの事実上の技術部門のリーダーのカニさん、はい、よろしくお願いします。セスで遠くからちょっとお顔を拝見してたんですけど、なかなかコンタクトできなかったんですけど、すいません、まさにセスで出た車が半年後の今日乗れると思わなかったですねいや本当はもっと早くしてあったんですけどね、うん、やっぱりコロナの影響でなかなかできなくて。そうですね、はい、でまあ、あの要は紙に書けば電気自動車で自動運転なんだけど、はい、でも今日乗った感じではそんなもんじゃないなと思って、なんかもっとこの子のポテンシャルっていうのは、はいはい、今までにないようなやっぱ新しい価値をいろいろとクリエイトできるような気がしました。ありがとうございます。まあ、どの辺があのこの車の開発のコンセプトの、なんかこうやっぱりチャレンジじゃないですか。そうですね、何をチャレンジしようと思ったんですか。やっぱりそのモビリティっていうものに対してソニーがこれまでやってきた、まあ、いくつかあるんですけど、やっぱり本質的に貢献、どういうふうに貢献できるのかっていうことを、まあ、真面目に捉えて、今回初めて、まあ、作ってみようというところに至ったんですけど、まあ、その中でポイントはやっぱり3つあるんですね。で1つは安全安心、まあ、セーフティーの部分ですね、まあ、ここに関してはそのソニーが持っているセンサーのデバイスであったり、そういった知見を生かせるので、まあ、ここを極めてみたいというのが1つですね。で2つ目はソニーが持っているオーディオビジュアルの世界、エンターテインメントを移動空間の中にどうやって持ち込めるのかというところを、まあ、トライしてみたいと、ね、ここが2点目で、3つ目は車と IT の融合っていうのがどんどん深まっていくと思いますので、まあ、その IT 側の立場で車をどういうふうに作っていけるのか、でその中でソフトウェアの比重がどんどん高まっていきますので、どんどんその車を買っただけじゃなくてその先成長できるような、進化できるような、まあ、そういうものとして作ってみたかった、まあ、この3つですね、はい。まあ、最近トヨタもね TRIAD を日本に入れて、はい、やっぱりデジタル技術、まあ、今までの日本の自動産業って、はい、物でこう積み上げてきたので、はいはい、なかなかソフトウェアで価値作るっていうのは今まであんまり慣れてなかったんですけど、はい、まあ、そこに IT 入れて、はい、まあ、こういう感じの時代に、でやっぱそこに出てくるとやっぱりテスラみたいな会社が非常に従来の自動産業とは違うアプローチできて、まあ、結果的に今そこがすごくトレンドになってます、はい。まあ、日本が一番弱いかなと思っている領域をなんかソニーさんがカッとこうやってくれるっていうのが非常に期待大かなと思ってますけどね。そうですね、 IT 側の立場で見るとやっぱりモビリティっていうのはそういう意味では魅力のあるものだと思うんですよね、うん、はい、そうですね。だからハードとまあソフト、その辺のこう、はい、両方の高みをいかにハーモナイズして、はい、そうですね、高めていくかっていうのがポイントでしょうね、はい。まあ、バランスだと思うんですけど、まあ、僕らとしてはやっぱりそのネットワークも含めたそのソフトウェアの世界、まあ、クラウドも含めてですけど、まあ、そこをどうやって車に活かせるのかといった視点で設計の方は進めてました。そうですね、まあ、これから行動で実証実験という話もチラチラと聞こえてきますが、はい、そうですね、まあ、日本は今行動実験一番警察省も国交省も、はい、まあ、緩いというわけじゃないんですけど、かなりチャレンジングな規制緩和してますから、はい、いろんな車が今、まあ、ドライバーレスの車も行動で今走ってますので、うん、はい、
まあ、ぜひこのソニーの車が、なんか丸の内のあたりをぐるぐるしてその早く見たいなと思いますけど、そうですね、ぜひ運転してください、ね。まあ、リアルワールドとこういう閉鎖空間じゃまたいろんなリスクが違いますからね。そうですね、はい。まあ、そういうリアルワールドでソニーの持つパーセプションがどのぐらいその安全に寄与できるかっていうのが、知りたいところだと思います。はい、ありがとうございます。ぜひじゃんじゃんチャレンジしてください。ありがとうございます。